皆さんこんにちは、リキちゃんです。今回紹介するのは、来た、新しく出た夢見るお姫様ピンクジュエリーリカちゃんを紹介します。このピンクジュエリーリカちゃんは普通のリカちゃんじゃなくてお姫様のリカちゃんです。他にも夢見るお姫様シリーズのマリアちゃんっていうのがあったんですけど、このリカちゃんの方が可愛かったのでこれに決めました。では開けてみます。あ、可愛い。よいしょ、リカちゃんを取り出しました。すっごい可愛いけど頭がすごいくるくる。でもすっごくドレスも可愛いです。じゃあ次はこのアクセサリーを取ります。入っていたのはこんなのです。まずイヤリングが3つ、オーバルハート3輪、そしてバッグが2つ、フラワーとリボン、ネックレスが2つ、ハートとオーバル、ティアラもハートとオーバルが1つずつで、でこれがティアラのリーフ、ステッキ、靴、香水ボトルとリップが入っていました。そしてリカちゃんです。じゃあティアラとかイヤリングをつけていきます。じゃあまずピンクからと、こう上からティアラ、ネックレス、イヤリング、バッグをつけてあげました。すっごく可愛いです。もともと可愛いけどもっと可愛くなりました。可愛い、全部こういうピンクのやつにしました。そしてドレスのこの真ん中にはリカって書いてあります。すっごく可愛い。そしてここには宝石みたいのがあって、なぜかわかんないけどここにはハートの穴が開いてて、そしてここにも宝石があります。可愛い。これもレースになっていて可愛いです。そして髪の毛はすっごいぐしゃぐしゃ、なんでかな、こんなぐちゃぐちゃ、もっと綺麗になってほしい。では次はこれはピンクだったので、次はこういうオーバルのものをつけてあげます。よいしょ、取って、できました。わー、かわいい。これもかわいいです。ドレスも青だったらいいのに。かわいくなったけどやっぱりピンクの方が合います。とっても喜んでます。あー、可愛かった。じゃあ次は三輪のイヤリングとリーフのイヤリングとかつけていきます。よし、じゃあこれ取って、よいしょ。できました。リーフのティアラと三輪のイヤリングとこのステッキを持たせてあげました。とっても可愛くなりました。今回はピンクジュエリーリカちゃんを紹介しました。とっても可愛かったです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リカちゃんの明日、バイバーイ。パソコンで見ている方はこ、あれちょっと見えづらいね。OK、ここにチャンネル登録ボタンがあるので、ぜひ登録してください。そして前のビデオは、あれついてない。リモコン、リモコン、リモコン、あ、ついた。前のビデオはここにあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録忘れないでね。グッドボタンよろしくお願いします。リクちゃんでした。バイバーイ。